はい、こんにちは。浜岡です。今日はね、どん兵衛を食べる動画です。はい、だいぶ下の方、カメラはだいぶ下の方になってるんですけど、今日はこのどん兵衛を食べます。いやー、もうちょっと待とうか。ちょっとね、年末にもかかわらず、ちょっと体調だいぶ崩してしまいまして、で、とにかく食ったもんが全部リバースしてしまうっていうね、クソみたいな状況で、だから忘年会的なのもいけないし、いや、医者にも絶食しろって言われてて、で、まあ、一日昨日何も食べずに過ごしたんですけど、ほんで、まあ、消化のいいものということで、まあ、柔らかめのうどんを食おうということでね、ちょっと時間置いて、まあ、これ、熱湯5分って書いてあるので、5分6分くらい待って食べようかなと思ってるんですけど、いや、ほんまにしんどい、マジで。もうなんか、脂っこいものとかマジで NG やから、まあだからそういう飲み会とか行っても、まあああいう油物をね、ビールで流し込んで食うみたいのもできないし、ほんま終わりですね。この世の終わりを感じてます。完全に。いやー、ほんまに辛いからな。だいぶ辛いで、これは。悠々しき事態や。悠々しき事態。ほんまに終わってる。辛すぎる。辛すぎ。いや、だからみんなもね、体調には気をつけてくださいね。で、もう体調壊れたらすぐ病院行きましょう。俺1週間以上放置してて、で、ずっと下痢やったんですけど、もう水下痢ね。下痢やったんですけど、全然なんとも、全く病院に行ってなかったんで、病院はね、しっかりみんな行っといた方がいいっすよ、マジで。ちゅうわけで、食べようかな。食べるか。ああ。いやー、久しぶりっていうか、もう一日ぶりに飯食うからさ、マジでうまそう。てかね、もうほんまに食うもんがなかったらマジでしんどい。マジで食えない。てか食った後に、吐いちゃうってことを考えたらね、本当に空気失せるんですよね。ああ、うまそう。ああ、美味しい。よくね、なんかこういう放送とかで食ってる、くちゃくちゃ食うなとか言われるんですけど、俺に、普通に口閉じて食ってるからな。マイクが近いからさ、入るのしょうがないんよ。あれは、マジで。咀嚼音ね、にゃん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 にゃって食ってたら別やけど、普通に食ってるからな。ああ、マジでうまい。ああ、うまいっすね、ほんまに。もう吐き気はね、治ったんですけど、いかんせん、あれがあってね、何やったっけ。下痢がずっと続いてて、もうしんどい、ほんまに。正月な、うまいもん食いに行きたいけど、家で食ったりしたいけど、それもできないかもしれないって考えたら、ちょっと憂鬱。俺食うの好きなんでね。体重バレ落ちたからね、1週間前より。1週間前に比べて4、5キロ落ちた。今体重ね、53とか。やばくない？ 53 やで。しんどうだろ。5キロくらい落ちて53やから、まあ、いつもは58から、まあ俺結構ね、太ったり、その体重減ったりめっちゃ激しいんで、まあ5キロくらいの変動は、3、4キロかな？ 2、3キロか。3キロやな。3キロくらいの変動は結構いつもあるんですけど、まあだから、58から60くらいをさまよってますね、いつも。ああ、美味しい。
この動画さ、わけのわからなすぎる動画すぎてやばいよな。普通にやばさがだいぶある。わけがわからなすぎる。ゲーム実況者がうどんを食うだけの謎の動画とか言う。ああ、美味しいな。俺どん兵衛ばっか食うのな、一人暮らししてても。揚げはあんま食わん方がいいのかな。よくね、YouTube で食べ物を粗末にするとめっちゃ怒られるよな。まあ俺自体あんまりそういう粗末にするっていうか残すのが嫌いなんで、あんまりそういうことはしないですけど。なんか、飯残すやつマジ無理だからな、俺。一緒に食いに行っても食われへんみたいな感じで残すやつはほんまに無理。なんなんやろな。なんか別に金払ってるから残していいとは思うけど、でもなんか恥ずかしい、一緒にいて。そうは思いませんか？なんか、よいしょ。はい。あとね、なんか、なんやろうな。もう箸の持ち方が終わってるやつとかも無理やし。あとは、なんやろ。そう、ずっと片手、膝の上で食ってるやつとかもなんやこいつって思うし。茶碗の持ち方バグってるやつとかめっちゃおらへん。俺、あれマジで無理なんよ。YouTuber とかさ、結構、大手の人たち見てても茶碗の持ち方ほんまに腐ってる。 終わってるからな、マジで。ああいう上の人たちになって会食とか行く時増えると思うけど、そういう時恥ずかしくないんかなって思うもん。ああ、おいしい。めっちゃおいしい。というわけで、今日はこんな感じでうどんを食べていきました。あ、マジでなんか実家来てさ、動画を撮ろうってチャレンジしてんけど、弟もおるし、結構無理ゲーなことが分かって撮れないことに気づいてしまった。まあだから、2日おきか毎日か分からないけど、こんな感じで、まあ、雑談あげれたらなと思ってるんで、まあ、よかったら見てください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。次は何を食べるでしょうか？さよなら、バイバイ。